と個人見極めてですね、日本人好きだから、全ていいかというとまたそうでもないと思われるんですね。ですぐに売れるものを、教えてくださいと、YouTube チャンネルとかですね、収益化済みサイト、収益化済みブログ、YouTube チャンネル、まあ、YouTube チャンネルを買うっていうのもありなんですよね。1万、例えばチャンネル登録者数1万人ぐらいのチャンネルだと普通に売ってたりするんですよね、数十万円で。ただですね、あなたが、その後それをですね、メンテナンスして維持できるかとかですね、例えば内容がですね、1年中検索される、そして長く検索される面白いものだったらいいんですけど、トレンド的なもの、ニュース的なものだったりすると、やっぱり一時的な収入になるんですよね。そうなるとあなたが常に預け続けなければいけない動画をってなると、引き継げるかっていうところが問題になりますよね。まあ、サイトも同じですね。まあ、ロングテールって言われる、僕が代行作成してお渡しするサイトっていうのはロングテールで、ほったらかしでもアクセスが安定すればですね、入り続けるんですけども、